はい、こんにちは、ガレージ友吉です。今日はね、トラックの、途中経過ですね。またね、この夜とかね、暗くした時にリレーを刺すんですけど、まだね、この LED の球のとこ、今はね、こうやってクリアオレンジにみたいに見えますけど、電気つけたらね、ちょっと LED の透明な色の球の色ですね、になるんで、もう一度全体的に、このぜ、まあ言うたら全体的に、クリアオレンジを塗りました。はい。で、まあ、この、ね、ハザードとかもクリアオレンジ塗って、で、しました。で、今回はね、この前出しバンパーの上に、中が見えない状態に、縞板のシールを貼りました。はい。で、横はこんなメッキのシールですね。はい。で、見えるかな？この、墨入れ、を塗りまして、入れまして、で、まあ、こっちも、一応ね、こっちも、墨入れしました。はい。で、こっちもね、メッキのシール貼ってます。はい。まあ、色的にもね、こっちも、クリアオレンジ、LED の球に、塗りまして、ちょっとこれが剥がれてますね。また縞板のシール、ここ貼りたいと思います。剥がれてました。はい。で、後ろのこのテールのとこも、クリアレッドとクリアオレンジを上塗りしました。はい。まあ一応ね、そういうとこなんで、外れてる部品とかあったら僕また見つけて修正します。はい。で、またね、今度、いつになるかまだわからないです。けど、ダイソーで LED のこのリレーの方と普通の光るだけの方とをまた何個か買ってきて、このやっぱね、ここらサイドバンパーの方らもつけて、でこの後ろのね、リアバンパーのとこの、テールランプで、アンドン。で、このバックランプを加工して、LED の球でつけてみたいと思います。まだね、普通に、この3箇所、4箇所とか5箇所ぐらいはね、普通の LED の光る球で、で、ハザードのとこはリレーの球をつけたいと思います。はい。で、このね、サイドバンパー、両方のね、左右のサイドバンパーは LED のリレーの球をつけたいと思います。でね、まあ、一個ね、ここの足掛けのとこに、もう
光るだけのやつをつけたいかなって思ってます。はい、まあそういうとこなんで、今回はこんな感じで前出しバンパーのその中身を配線とかね見えないようにしま板のシールを貼ったりとかメッキのシールを貼ったりとかってしてました。はい、でまたね修正するとこは修正必ずしますんで、また次の動画もね見てください。それでは今日はこの辺りで終わらせてもらいます。はい、それではガレージ友吉でした。お疲れ様でした。バイバーイ。